こんばんは。今回は定期的にやってるお忘れなく動画です。はい、ということで早速やっていきましょう。まずは二次三次杯トーナメントということで、これですね。はい、これ報酬うまいんですけど、あ、やってないのバレちゃった。これ二次三次メダルを結構手に入れることができるんですけど、この二次三次メダルで交換できるものっていうと、二次三次コラボ記念フェス型チケット、これ10連分確かあったはずなので、これもコラボキャラ狙うだったら最重要ですし、このエンブレムもこれもまあそこそこ使えるので、まあもらえるものはもらっておきましょう。でアンカールーンなんですけど、アンカールーンもこれは絶対取った方がいいですね。100個入りの4500円のセット売ってたじゃないですか。それ自分3つ買ったんですけど、合計300個、それでも全然足んなくなっちゃったんですよね。なのでそれだけ使うので、まあ今アンカールーンそんな使ってないよっていう人でも取っといた方がいいと思います。いずれは使う。でまあメタル以外にもアンカールーンとかね、ギアスタとか金ラケとかいろいろあるんで、まあやれるだけやっといた方がいいと思います。でまあそのついでにやれば多分順位もどんどん上がっていくんですけど、順位を上げることでもメリットがあって、これですね、このシーズンポイント、金のオラクルとかブレスとか欲しい人は上位頑張った方がいいと思います。でこの最大500ポイントなんですけど、この500もらえるところっていうのがここですね。2000以内に入れれば500最大もらえるので、ここは頑張った方がいいかなと思います。はい、次プレゼントマッチですね。これもガチャポが手に入るんでお見逃しなく。はい、ラストはバランス調整チケット、これの期限も近づいてるんで急いだ方がいいですね。これなんですけど、この2つのどっちを交換すべきかっていうと、個人的にはガチャチケですね。やっぱり2次3次コラボを引いてもいいですし、次控えてるって言われてるラインズマンガチャとかそっちに使ってもいいので、どっちにしろガチャチケの方がいいかなと思います。でもう一個の理由として、この上の星4確定ガチャチケっていうのが内容がしょぼいんですよ。ちょっと見てみましょうか。これなんですけど、正直しょぼいっすよね。まあもちろん今の環境でも使われてるキャラはいますけど、でもこの中から狙いを引き当てるって難しいので、どっちにしろスタールーン1個になっちゃう可能性があるんですよ。ならもうワンチャンかけて新キャラが出るガチャ引いた方がいいのかなって思います。はい、ということで終わります。ここまでありがとうございました。お疲れ様です。